カーリのスポーツチャンネル、アジア杯は日本 VS イランの決勝で日本の優勝を予想。カタールのテレビ局のアジアカップ優勝予想。やはり決勝は韓日戦になると見てるようやね。韓日じゃなくて日韓な。まあ概ねこうなるだろうけど、イランは全然韓国に勝てる力はあるよね。いやこれすでに予選で何か一波乱起きてるで。仮に日本、オーストラリア、イラン、韓国が全部1位で GL 突破したら、日本とオーストラリアは同じ山になるからね。オーストラリアは今そんなに怖くないでしょ。下手くそなのにパスサッカーしてるし、前の戦い方変えてロングボール放り込んできたら怖いけど。それ画像いじられてるんだ。なんでそんな姑息なことするんだ。カタールのテレビ司会者がアジア杯について予想、日本が優勝、イランに。最近の携帯は無駄にスキル上がってるんだ。画像加工までやり始めたんだ。画像いじってまで母国アピールは我なんだ。正しい情報ありがたき。わろた、韓日とか書いてるしろくなやつじゃねえな。韓国がわけわかんねえとこで敗退するのが一番楽しみなんだ。負けうるとしたらおそらくベスト8で当たるイラン戦やろうな。日本は韓国以外ならオーストラリアに負ける可能性が最も高い。前回覇者のくせにやたら謙虚なのは舐めてるのかな。当チャンネルは小ネタやネット反応集の他にもゆっくり解説動画でサッカー解説もやってます。チャンネル登録高評価よろしくお願いします。コメントやいいね、励みになります。ゆっくりしていってね。